絞り木付きバケツとモップモップとは床などを掃除するための道具である。発明家ジェイコブ・ハウはモップの特許を1837年に受けた。モップのヘッドは綿やジュートなどの繊維が互いに円形のホイールに縫い付けられているか接着されている。ウェットモップは基本的に長い柄と水を吸収する分厚くて柔らかな繊維から構成される。床をきれいにするため モップをバケツの中の水に浸し、床にすりつけて使う。液体がこぼれた場合にもモップが使われる。モップ用の絞り器のついた専用バケツもあり、共に用いられることも多い。吸ゴミ材を染み込ませており、吐く服を同時にできる。砂や大きなゴミがなく、水や油で濡れていない木製、樹脂製床材に適合する。ワックスを塗布することを目的に作られたモップ。形状は、 フラットモップと似ている。スクーバ380スクーバのような床磨きロボットも、その見た目は伝統的なモップとは大きく異なるものの、同じ役割を果たすため、モップの一種と言える。バフの場合、ヘッドはシャフトに取り付けるための穴が中央に開けられる。これらのモップは金属の研磨などに用いられる。ありがとうございます。